年に FC バルセロナのユースチームに移籍した。2011年9月4日、FC バルセロナ B から FC カルタヘナ戦において15歳と349日で公式戦デビューを果たし、セグンダディビシオン最年少記録を更新した。2015年10月、FC バルセロナの監督であるルイス・エンリケをメディアを通じて批判。これに対して、 バルセロナ側は不快感を表し、契約が半年になっていたグリマルドの放出を希望した。2015年12月30日、SL ベンフィカへの移籍が発表された。スペイン代表として2012年に UEFAU-19 欧州選手権に出場した。バルサビーのグリマルド、チャンスをくれないエル・エンリケに苛立つ。 彼と話すことなんて何もないダッシュ GOAL.com2015 年10月12日バルサ、グリマルドのエルエンリケ批判に不快感来かフリーで、放出かダッシュ GOAL.com2015 年10月13日、エンリケを批判したバルサビーキャプテンの DF グリマルド、ベンフィカエシーワールド2015年12月30日。ありがとうございます。